今川氏真を下した家康は遠江を手中に収めた。その翌年、家康は信長の朝倉討伐に従軍する。だが浅井長政の裏切りに遭い、信長は撤退。家康は自ら殿を務め、信長の退却を助けた。その後、信長は体制を立て直し、近江の姉川に侵攻、浅井朝倉連合軍に決戦を挑んだ。この戦にもまた徳川軍は参戦していた。盟友とはいえ、この家康の従順ぶりは際立っていた。徳川の将、姉川の戦い。忠勝が露払いせん。家康、この戦、徳川軍を前に出す。我らに死ねと仰せられるか。不服か。あ、いえ、御意に従いまする。落ち着け、イナ。父上、話してください。信長様のなさり方はあまりにも。直虎殿も取り押さえてくれぬか。こうなっては稲の猪突、そう簡単には収まらぬ。話してください、父上。直虎様、うん、稲さん、今出て行けば家康様にご迷惑がかかりますから。信長公も無茶を仰せられる。そういえば半蔵、階段中わしの背後の陣幕が激しく揺れておったが。イノシシの仕業かと。遠慮せずにかかってきなさい。そんなことできるわけねえ。
おいち様、どうか引いてくだされ。ここは猿のゴーストお引きを。援軍、奥縄本陣へ突撃じゃ。織田は助けん、奥縄のみで退けい。受けたまわった。もとよりその覚悟なれ。皆の者、朝倉の増援を迎え撃て。手一杯なのに、次は浅井を撃てたの。じゃあのことが慎め、皆家臣を覚えばこそ殿は耐えているのだ。から迂回してきたか。あんなところにも軍勢が通れる道が。はい、途中に滝もあるみたいですけど、あの道を使えば朝倉本陣に迫れますね。任せやれ。滝はちょっと怖いですけど、私やってみます。徳川は崩壊せずによく戦っている。主である家康はそんなに大人物なのか。大人物かはさておき、なかなか賢そうな。朝倉の夫人の隙を突こうとしているぞ。徳川の勢いは増すばかり。それに比べ朝倉は
友軍がこれでは勝てん。高虎、まだ戦は終わっていないぞ。織田を全力で叩けば朝倉軍も盛り返そう。任せやれ。織田本陣に浅井軍を近づけてはならぬ。家康、止めてみせるよ。この信長と共に賭けんとするならば、まあ、受けたまま。この戦、信長を撃てば勝てる。直常殿、お願いします。あれなる浅井の若武者、東堂高虎か。何を狙っておる。吉影と徳川軍を侮れ。我が陣まで控え、協力して撃ちましょう。徳川の小勢など我らだけで十分よ。朝倉吉影の恐ろしさ見せてくれるわ。キー開門。吉影殿を見捨てることができる。我が軍から一体吉影殿の護衛に回せ。朝倉軍は崩れたか。だがまだ勝負は終わっていない。任せやれ。長政さん、総攻撃ですね。ならば先陣は俺に任せてください。任せやれ。開門。高虎が突っ込んでくる。あの若武者を止めねば勝利はない。
し取ったり。未知の者に戦わせてもらおう。よくぞ戦い抜いてくれた。よくぞ生き残ってくれた。殿、どうかお顔をお上げください。私たちこそ家康様に気を使わせてごめんなさい。殿のお心、家臣一同分かっておりまする。お主らこそ分かったからよ。お主たち、断るごとに様子を伺っておったな。いつも背後が騒がしゅうてすぐ気づいたぞ。ち、あの猪突姫がせめているのではない。良き家臣に恵まれ嬉しいのだ。お主たちのためにも道を誤ってはならぬな。修羅の道の先にあるもの、見定められたか。以前はおぼろげなものしか見えなんだが、今ははっきりと見えてきた。あの月のようにな。執着、あの月のごとく殿の行く先が光に満ちんことを願わん。